昔々とても荒々しい世界に2匹の兄弟狼がいました。お父さん狼と平和に暮らしていましたが、ある日狩人にお父さん狼が殺されてしまいます。兄弟狼は何日もさまよい、自分たちだけの力で生きる方法を学んでいきました。しかしある日、お兄さん狼は弟がスーパーウルフであることに気づいたのです。やがて2匹は先祖の住む土地を目指し南に向かいます。その旅路は長く危険なものでした。それでも2匹は道中で新たな友達と出会い、世の中のことを学びました。しかしいつでも危険がつきまといます。ひどい事故に遭い、狩人に捕まったお兄さん狼は弟と離れ離れになってしまいました。しかしお兄さん狼は檻から逃げ出し、弟狼を探す旅に出ました。ですが弟狼はコヨーテの邪教に入信していたのです。弟狼はそこを気に入っていました。そんな時、行方をくらませていたお母さん狼が弟狼を助けるために姿を現しました。2匹はリーダーのコヨーテに掛け合いましたが、崇拝の対象となった弟狼を手放そうとしません。彼らはコヨーテを気絶させ、みんなで脱出しました。再会した兄弟はかつて自分たちを捨てた母についていきました。砂漠の奥深く、母の隠れ家へと。ねえ、起きなよ。うん。ねえ、早く。ああ。今何時だ。ねえ、すごく綺麗。見てみなよ。どう？ああ、まあ、そうだな。ああ、こりゃすげえや。でしょ？大丈夫？ああ、ちょっとかゆいだけだ。心配すんなって。僕。いいから。うん。分かった。ダニエル、何があっても俺はお前の味方だ。うん。僕もだよ。あおー！あおー！あおー！
僕らの絆は永遠だ。前話してた怖い夢、今も見るのか？例のリスベスの。うん、時々ね。あの人が追ってくるような、そんな気がして怖いんだ。でもきっとあいつも怖い夢見てるぞ。うん、でもあの人はまだどこかで生きてる。怖いよ。ダニエル、あそこからだいぶ離れたしさ、俺もついてる。平気だ。うん、ショーン、僕たちって犯罪者なの？まあな、しちゃいけないこともだいぶやったし、いずれにせよ捕まればそのことで裁かれるだろうな、必ず。そんなことさせないよ。まあ、国境までもうすぐだ。ようやくだな。ずっとここにいたい。でもダメなんだよね、きっと。ごめんな、ショーン。すごい久しぶりだけどさ、物語の続き聞かせてよ。おう、ああ聞かせてやる。本当に久々だな。本当にね。じゃあ、そうだ、よし行くぞ。兄弟狼はお母さん狼の力を借り教会から逃げ出しました。それからお母さん狼は2匹を隠れ家に招待しました。兄弟はしばらく体を休めましたが、いつかはそこから離れ旅を続けねばなりません。お父さんの故郷はもうすぐです。ですがその道中にはなんと、炎をまとった巨大ユニコーンが。でも結局友達になりました。あのな、割り込むなって。でもさ、これって僕の物語でもあるでしょ。ああそうだな。それじゃあそれからどうなる？メキシコにたどり着きましたが、そこはゴブリンに支配されていました。2匹はユニコーンと力を合わせて国を救い、ヒーローになりました。警察も許してくれ、お友達みんながお祝いに来ました。いい物語だな。さあ片付けして帰ろうぜ。帰る前に掃除しないと。綺麗な場所なんだし。持ってきてよかった。砂漠の生き物は苦手なんだ。どの星も同じだと思ってた、彼にこの本借りるまで。お父さんも同じ本持ってたよ。ガレージにあった。ああそうだったな。なんで見せてくれなかったんだろう。多分カレンのことを思い出すからだ。ああそうか、だね。ねえ手伝うよ。何入れたらいいか教えて。頼りになるな。うわ、スケッチの時間だ。やった。まだ絵が描けてよかった。だってほら。気にすんなって。それに心の目さえあれば俺に描けないものはない。ふん、多分な。ほんとよかった。絵は
はやめないでね、絶対。ありがとな。うん。ねえ、僕のことも書いてよ。ほら、スーパーヒーローみたいな感じで。うん、やってみる。背中が痛い。よし、できた。見せて見せて。うわ、僕ってこんな感じなの？これじゃスーパービランだよ。月明かりで十分だったけど、コヨーテを追い払うのには使えた。懐中電灯を頼む。任せて。夜空の星があんなに大きく見えるなんてな。手が届きそうだった。また天体観測したいね。もうすぐ月食だってお母さんが。そうだな。ここ最高だし、住んでもいいくらいだ。スーパーパワーって最高！片付けだって好きになったよ。うん、最高の飯だった。ありがとうジョアン。あれ片付けるか。手っ取り早い方法でね。よせよ。おい、取れる？ほら。おいこら、調子乗んな。もうつまんないの。
まあこんな砂漠でもジュースは飲みたくなるもんだな。なあスーパーウルフ、あれ頼む。うん。バカな真似はなしだぞ。しないよ。完璧だな。さあそろそろ出発しよう。何してんだ。おいダニエル、やめろ。なんで？いいから、生き物をいじめるなよ。分かった。悪かったね。わしに気をつけなよ。わしってサソリ食うのか？知らない。よし、行くか。流れ星見たんだよね。羨ましいな。まあ天の川も見たし最高だろう。うん、確かに。それに火星も、アーサーとスタンリーが望遠鏡を貸してくれてよかったね。ああいい人たちだよな。お見ろよ、お前が山小屋で作ったやつみたいだ、病気の時。おお、そうだね。え、ここに人がいたってこと？ああ、アウェーの誰かじゃないか？お、きっとジョアンだよ。こんなとこでも草生えるんだな。砂漠でも雨って降るの？ああ、それは、うん、いい質問だ。うん、一体何だろう。ダニエル、向こうに何かあるぞ。取れるか？お、わかった。あれね、行くよ。うお、見てよ、すごいね。ああ、お宝いただき。たくさん歩いたからショーンみたいな足になりそう。腹減ったな。戻れば何か食うものあるかな。降りられたのに、僕。ああ、でもたまには頼りになる兄貴っぽいことしたかったんだ。あ、ねえ見て、すごい赤ちゃんトカゲがいた。そっか、お前にビビってるぞ。わかってるよ。ここは我らが超能力少年の出番かな。なあ、お前ならなんとかできるだろう。やってみる。下がってて。気をつけてやってくれよ。これでよかったかな。よくやった。